では札幌4レース実況でご覧いただきます。クロスリーフにはアレックス・バデル騎手、9番シライフェにはウンベルト・リスポリ騎手が騎乗します。バデル騎手は日本での初騎乗になります。スタンド前でのゲート入り、風が吹きますと砂ぼこりが舞います。ダートコース最後14番のナムラエバが枠入りを待っています。晴れの両馬場札幌競馬場、未勝利戦も残りあとわずかになりました。ナムラエバ収まってちょっと中で落ち着くのを待ってスタートしました。内から2番湘南秋道、1番ブリリオ好ダッシュ、外目から8枠の2頭、13番ミッキーホーリー、14番ナムラエバ上がっていきます。間から3番クロスリーフ、バデル騎手も手綱を押して位置を取りに行きましたが、先頭13番ミッキーホーリー、その内から5番のテーム師匠、そして2番の湘南秋道、前3頭、4番で3番クロスリーフとアレックス・バデル、1コーナーのカーブに入ります。コーナーワークで外、13番ミッキーホーリー、丹内騎士が今日は行きました。13番ミッキーホーリー先頭、5番のテームショーが引くような格好で2番手、2馬身差、2番の湘南秋の3番手やや縦長です。あとは2馬身離れて3番のクロスリーフとバデル騎士、外を通って上がっていきました。6番のアイアンムーンが差を詰めて今3番手の外に上がって残り 1000m 切りました。中段グループ9番シライフェとリスポリ騎士も中段の外目を追走、それから外を通って11番のクレシューズも位置を上げていきます。14番ナムラエバ、それから3番のクロスリーフですがちょっと下がっていってしまいました。ムチが飛んでいる。外を通って7番ウィンドアンピース、8番シホドインプルスが続いて中段グループ、あとは1番ブリリオ、12番プロトカルチャー固まって3コーナーのカーブに入ります。その後方になった4番テイケイビーの3番のクロスリーフは結局後ろから2投目600切りました。最後方10番デルマ呼び戻しです。4コーナーを目指していきます。13番ミッキーホーリー先頭でリードが1馬身、2番手に上がった6番アイアンムーン、内から外に出した2番の湘南アキドンが前の2頭を追ってくる。400切りました。それから11番のクレシューズ、2番の湘南アキドンが楽な感じで先頭に立ちます。早め先頭、内から抵抗13番ミッキーホーリー直線に向きました。3番手11番クレシューズ、あとは内を狙って6番アイアンムーンは4番手、外から追い込んだ7番のウィンドワンピース、1番のブリリオの追い込み、さあ先頭は100を間もなく切るところ13番ミッキーホーリー、外から7番のウィンドワンピース、7番ウィンドワンピース先頭だ。1番ブリリオ2番手に上がった、7番ウィンドワンピース降臨、2番手1番ブリリオ、3番手は11番のクレシューズか、内根は2番の湘南アキドン、13番ミッキーホーリー、際どい体勢です。7番のウィンドワンピースと荻野拓磨騎手がやりました。直線追い込みの競馬になりました。7番のウィンドワンピースと荻野拓磨騎手、勝ちタイム1分47秒1。あと2番手は道中、後ろにいた1番のブリリオが外から上がって3番手が接戦、11番クレシューズ、2番の湘南アキドン、13番ミッキーホーリー、3番手はこの3頭です。勝ちタイム1分47秒1、上がりゴールまでの 800m は51秒7、 600m は38秒9でした。先行争いがやや激しくなって、バックストレッチでも中段から動く馬がいて、ゴール前は追い込みの決着、中段よりもやや後方、外を追走していた7番のウィンドワンピース。取り急ぎ7番1番11番最終オッズご覧いただきましょう。10番人気、6番人気、1番人気の順です。単勝7番 38.8 倍、枠連1号 60.2 倍、馬連1番7番 182.4 倍、馬単7番1番 486.4 倍、三連複1番7番11番 110.8 倍、三連単7番1番11番 1614.2 倍です。確定までお待ちください。ではこの時間